思わぬ出来事で時間を取られましたので、日本政府の合意のもと緊急措置として三剣本家の空港に向かっております。うん。到着後直ちに親方様とのご面会となりますので、機内で十分休養を取りください。うん。医師団の報告では現在親方様のご容態は安定しておりますが、依然予断を許さない状況であるとのことです。おじい様を見ているのはどこの医師団であろうな。はい、三剣総合医療センターの第一緊急派遣チームと聞いております。第一緊急派遣チームか。精鋭中の精鋭ではあるが。メイヤ様、何か気にかかることがございますか？よい、続けよ。いえ、以上でございます。そうか。では日本到着までしばしの間体をお休みください。わかった。何かお飲み物をお持ちいたしますか？うん、そなたに任せる。かしこまりました。お待たせいたしました。ん？中国茶か。はい、福建省産のパイハオインジェンです。日本茶をご用意したかったのですが、あいにく。ほう、白茶とは珍しい。うまそうだな。恐れ入ります。日本は2年ぶりでございますね。本日天候は晴れ、気温は24度。明日も同じぐらいだそうでございます。そうか。さ、どうぞ。うん。メイヤ様。なんだ。あまり思い詰められませんよ。わかっている。そなたの心遣いに感謝を。何かございましたらお呼びください。それでは。つくよみ。はい。医師団の話、信用できるのであろうな。確かにいつものお戯れとはご様子が異なります。そうか。そなたも真相はつかんでおらんのだな。申し訳ございません。その親方様身辺の大事ともなれば機密中の機密、私などでは到底確証を得ることなど叶いません。よい、確証などそなたには不要であったな。しかし、婿の話まで持ち出してきたのだ。こたびはさすがに仮病ではあるまい。婿か。メイヤ様。ん？いや、何でもない。もう下がるがよい。かしこまりました。
本当の力というもの、そなたの身をもって知るがよい。キンコが、人の心や思いをくじくのは力ではない、己が心の内にある弱さがくじくのだ。何の迷いもなく愛しいものを思う一途で強い心、しかと見せてもらった。今度は私の番だ。あんたの番？そうだ、私にも迎えに行くべきものがいるのだ。恋人かい？いや、我が夫となるべき男だ。無様な。このままでは、御剣の敷居をまたぐことすら叶わぬ。わかる、わかる。お主の心中を手に取るようにわかる。心の乱れがさざ波のように伝わってくる。このわしの所在見抜けぬ。力はそれがお主の心を乱している呪文の答えとなる。そしてそれこそこれまでお主が修行してきた結果というか。ほう、心眼を研ぎ澄ますか。結構、結構。今のお主の曇った心では、わしを探し出すことなど叶わぬわ。お師匠様、私の心は曇ってなどおりません。
自覚すらない。焦り、戸惑い、そして恐れ。迷いに心が曇っている。私は御剣の名がそれほど恐ろしい。恐れてなどおりません。そうかな。御剣に生を受けし者の宿命、生まれし日より覚悟できております。力は問う。なぜことをせく。なぜ心乱し焦りに浮き足立つ。それは月は美しいの。お主もそう思わんか。光風清月、そうありたいものよ。なんと、今のお主では万事強化水月のごとしであろうぞ。お師匠様、恐れ入りましてございます。わかったよ。しからば今一度お主に問う。はっ。そは何ぞや。答えよ。そは何ぞや。我は御剣を滑る宿命を背負いし者なり。御剣とは何ぞや。王道を表し世の安寧をもたらすものなり。王道とは何ぞ。み、剣の断りをあまねく世に知らしめ。ごたむろおいおい、上がれ。今のお主ではどれだけ滝に打たれようと意味がないわ。王道を歩もうと欲する者が、その何たるかを答えられぬとは、片腹痛い。はは。そのような者が王道を語るとき、世は乱れ、民は悪政に苛まれると知れい。お、お師匠様、血が鼻から出て。見ておるのか。しかし王道を行こうとする者が鼻血ごときに惑わされて何とする。申し訳ありません。謝罪はわしにではなく己自身にするがよ。これは全てお主のことだ。はっ。そもそもお主はここに何をしに来た。御剣の当主としてふさわしい道を知るためここに参りました。他になすべきことがあり気がせくのなら、今すぐにでもこの山を降りるがよい。それはできません。なぜできる。わしは引き止めてはおらん。ひとたび修行に身を投じた者が途中下山した場合、波紋と聞き及んでいます。さよう。いかな理由であれ修行半ばで山を降りれば、その者は免許皆伝の資格を永久に失う。私は御剣の次期当主としてここにいるのです。
免許改伝をいただくまでは山を降りません。その言葉に偽りはあるまい。はっ、神明にかけて。はい、わかる。今宵はもう上がるがよい。はっ、ありがとうございました。いや待て。はっ。王道とは本来教えられるものでも覚えるものでもない。はい。そのことを忘れるな。はい。死の姿も捨てがたし。はい。お師匠様、もう行くがよ。そして明日に備えるの。はの呪法。戦いに集中しろ。余計なことを考えているから爪を謝る。おお、少しはやるようになったな。お師匠様。お師匠様、その傷は。何に騙されるなと言ったであろう。しかし。お主の目に見えている傷とやらが、油断を誘うための敵のあやかしだとしたなら、いかに。あやかし。ふん。では問うが、お主はなぜ刀を収めた。それは。試合は終わってはおらんわ、この未熟者。爪を謝ればお主が滅する。王道行く者が滅するとき、これすなわち火花なき者たちの矜持と知れ。お主の命はお主だけのものではない。そして王道を行く者は一度始めた戦いを止めることなど許されないのだ。はい。そのような体たらくではあの祠にたどり着くのはいつのことであろうな。祠。このわしを打ち倒した暁には、お主は祠に入り最後の試練に挑むのだ。そしてその試練を見事乗り越えられたなら、奥に祀られておる御剣家の宝刀ミラルカムイを持っていくがよい。それをもって免許改伝とする。そうであったな。はっ。あまりミラルカムイを待たせるでないぞ。心なき者の示す道にいかほどの意味があろう。お師匠様、未だ私の心に曇りがあるとおっしゃるのですか。お主の技はこのわしをすでに凌駕しておる。これは事実だ。いえ、この命や未だお師匠様には遠く及びません。謙遜はよせ。お主に対する正当な評価を言葉にしたに過ぎん。は。お主の才能、習得の速さ、歴代の御剣の中でも特に秀でている。では問う。そのお主がなぜこれだけ刃を交えながら未だこの老いぼれに勝てぬのだ。
お主自身、勝っても不思議ではないと実感しているはずだ。答えてみせよ。なぜ勝てぬ？答えは簡単だ。それは、真偽体。徳と武と技を治めし者にとって、どれ一つ欠けてはならぬもの。存じております。確かに、お主の技はもはやこのわしに引けを取らん。死体はさらに丸みを帯び、火の打ちどころなく、たわわに実った早球は、色艶ともにまさに極上。お師匠様！登れるな！またしても、またしても鼻血に気を取られおったな。申し訳ございません！技と体は一人前でも、今のお主に欠けているのは、心を置いて他にないわ！しかし、その出血量は、鼻、胸ともに尋常ではなく。赤室！心がおろそかゆえ、さじが気になるのだ。申し訳ございません。そは何ぞや。答えてみせよ。そは何ぞや。未だ答えられぬか。御剣であろうとするその気持ちは何だ。お主は御剣でしかないのか。お師匠様。お主はたったそれだけの人間だというのか。お言葉ですがお師匠様、御剣は決してたったなどという。それほどに御剣の名が大事なら、それを汚さぬようしかと考えよ。己の行く道が何であるのかを、己の未来をな。家督を継ぎ、御剣を滑ること、すなわち何がしかの猿真似をすることではないわ。お、大声を出しすぎたか。少々視界が霞んできた。今日はここまでにしよう。ありがとうございました。すまぬが、一つ用事を頼まれてくれぬか。は、先に小屋に戻り、つくよみにここに来るよう伝えてくれ。わかりました。うん、では行くがよい。は。無限機動流剣術が一、おぼろ月、お見事です。
メイヤ様。つくよみ、次のお相手は私が務めさせていただきます。うん。よろしいですか。遠慮は無用だ。心して参れ。恐れながら、メイヤ様も決して手加減などなさいませんよ。はい、わかった。お覚悟を。では、参ります。メイヤ様のお心が手に取るようにわかります。お師匠様の受け売りか。さて、どうでしょう。参ります。無限軌道流剣術が一つごもり、やはりその技でしたか。さすがです、メイヤ様。お見事な太刀筋。世辞はよい。そなたを倒せねば、さすがも見事もうつろであろう。いえ、次の技が何か存じてさえいれば、かわすことは造作もなきこと。メイヤ様、お顔の色が優れません。行くぞ。お見事です。そなたたち、怪我はないか。はい。うん。メイヤ様、祠前にお迎えください。そこで大三郎様がお待ちです。うん。
メイヤ様。ん？最後に放った曇りなきあの一戦、初めて見る技でした。あれは何でございましょう。そうだな、月の輪だ。月の輪？うん、光風星月、輪をもってなすという思いを込めた名だ。まあ、ということは月の輪はメイヤ様が編み出された技ですのね。うん。なんと喜ばしい。おめでとうございますメイヤ様。まだだ。お師匠様を倒さぬ限りその言葉を聞く資格はない。どうかご自身を信じてくださいませ。うん、私どもはここでお待ちしております。メイヤ様、頑張ってください。うん、そなたたちに感謝を。このわしを打ち倒した暁には、お主は祠に入り最後の試練に挑むのだ。そしてその試練を見事乗り越えられたなら、奥に祀られておる三剣家の宝刀ミラルカムイを持っていくがよ。それを持って免許開伝とする。あまりミラルカムイを待たせるでないぞ。ここか。気のせいであったか。待ちかねたぞ。お師匠様。白い紐パン、いや、ついにつくよみまでも退けたか。はい。ではその真偽体、とくと拝見するとしよう。今日こそは宝刀ミナルカムイいただいていきます。よく言った。面構えも良いな。お覚悟を。バイレ。いやどうした？もう疲れた。お主の覚悟はそんなものではなかろう。さて、そろそろしまいにするとし。手数で押す。だがお主の息はすでに。ふっ、やっ、はっ、ん、え、はっ、やっ、ちょ、ちょ、やっ、はっ、はっ。
刀よ。反重力の嵐。宇宙の雷。気がついたか。お嬢様、無限軌道流にあのような飛行機が。反重力の嵐に宇宙の雷だ。いえ、私が知りたいのはそのようなことではなく、自然の息吹に任せ光を浴び、丹田に力を込め、機械を満たし放つ。我流で研ぎ澄ました技にしてはなかなかのものであろう。恐れ入りました。それが分かっていればよい。あ、反重力の嵐にせよ、宇宙の雷にせよ、技の存在を知ってさえいればお主なら裁けよう。しかし戦いに定石はなく、また相手が常に正々堂々と挑んでくるとは限らないのだ。はい。だが王道を行く者は常にそれを正面から受けねばならん。はい。御剣に生まれし者は敗北を許されぬ定め。だが常に勝ち続けることは極めて困難なことであろう。はい。それを知り、敗北に負けぬ強さを持て。ああ。己の道に迷いを生むな。はい。それが分かっていればよいのだ。なれば剣の技、精神においてもはやお主に教えることはない。お師匠様。では最後にそなたに問う。あ、そは何ぞや。我は御剣を滑る宿命を背負いし者なり。御剣とは何ぞや。王道を表し世の安寧をもたらす者なり。王道とは何ぞや。王道とは、王道とは何ぞや。王道とはすなわち我御剣明也なり。見事なり。は、ありがとうございます。その答え待ちわびたぞ。お師匠様。うん、さあ祠に入り最後の試練に挑むがよい。はい。そして見事試練を乗り越え、ミラルカムイをその手にするのだ。はい。さすればそなたは晴れて無限軌道流免許開伝、名実ともに御剣の次期当主と相なる。はい。お師匠様、行ってまいります。うん。くよみ、どうした。このような大切な時に申し訳ございません。ですが急を要する件でございますので。申すがよい。親方様が危篤状態で一刻を争うとのことです。な、何。現在迎えの機がこちらに向かっております。着陸できる沢まで至急参りませんと。名やよ。は。祠の試練
費やす時はお主次第。半時か、十日か、それとも一年か。王道を行く者は、すべてを己に背負い、すべてを己で決断するのだ。メイヤ様。つくよみ、下山の支度をいたせ。はい。お師匠様、今日までの数々のご指導、何にも代え難きものと心より感謝申し上げます。無限軌道流免許開伝、私の命より重きものと心得てこれまで精進してまいりました。しかしながら、父母亡き後、私を育てた我が祖父ライデンは、親も同然。さすれば、その死に水を取るのは私の役目であり、私に許された最後の孝行と存じます。メイヤよ。は。ひとたび山を降りれば、お主は祠に入る資格を永久に失うことになる。よいな。こたび今日という日を迎えながら、お師匠様のご恩にこのようなあだで報いることとなりましたこと、この名家の不実として生涯背負ってまいります所存にございます。はい、わかった。今日までのご指導、誠に。表を上げよ。その足でしかと立つがよい。お主とわしはもはや師弟ではない。御剣名矢がこの老いぼれにひざまずき頭を垂れる理由はもはやどこにもない。己の道を歩むと覚悟せし者が、この程度のことで涙など見せてどうする。はい、達者で暮らせ。さあ行くぞ、つくよみ。ただいま戻り。メイヤタソ、クセモノ。メイヤ様。ん？どうした、つくよみ。親方様が敬礼を。バカな。至急医療班を急げ。神谷、巴、恵比寿は待機中の医療班全員を緊急招集。 ICU の手配も早急に。あっぱれなり、メイヤ、見事な剣さばきであったぞ。突然のこととはいえ、大変なご無礼を。よいよい、そのようなことよりそなたに渡したいものがある。渡したいもの？つくよみ。はっ。これを受け取れ、メイヤ。ああ。三剣家の宝剣、ミナルカムイじゃ。どうした？受け取るがよいぞ。いや、しかし、これは。それにおじい様、そういえばお体の方は。
まったく、我が孫ながらそなたは察しが悪いの。おじい様？これが最後の試練だったということじゃ。は？これが最後の試練？代々これをやっておる。わしもその昔同じ試練を経験したのじゃよ。おじい様も？蜜剣の当主とは常に痛みを伴う決断を迫られる立場の人間じゃ。はい。それは時として大切なものを切り捨てることを意味する。はい。修行の最後に時期通したる者にその覚悟があるか、自己犠牲の精神はあるか試すのじゃ。心なき者の示す道にいかほどの意味があろう。夢夢大三郎殿を責めるな。すべてそなたのため、蜜剣のためにと打った芝居ゆえな。責めるなどと、この名やお師匠様に対して感謝以外の感情をどうして抱けましょう。さようか、名やよ。そなたは見事に試練に打ち勝った。さあ受け取れ。このミナルカムイは蜜剣家当主のたしなみ、無限軌道流免許改伝の証じゃ。何をしている、早う受け取らんか。はっ、慎んでお受け申し上げます。ん？おめでとうございます、名屋様。大三郎様より文を預かってまいりました。どうぞお読みになってください。お師匠様から？して大三郎殿は何と？ミナルカムイを授かりしこの時、身の引き締まる文でございました。そうか、そなたが読んで聞かせてくれぬか。はい。お食事の用意が整いましたが、いかがいたしましょう。うん。麺屋様、せっかくだが今は食欲がない。許すがよい。先ほどからため息ばかり。親方様をご心配なさるお気持ちは重々承知しておりますが。あ、うん、それはそうなのだが。まあ大変でございます。どこかお体の具合でも？いや、そうではないのだが、別に何も問題は。どうかなさいましたか？いや。はあ、麺屋様、そなたに隠し立てもあるまい。はい、私でよろしければ何なりと。実は日本に近づくにつれ心が乱され、胸のあたりがモヤモヤして睡眠もままならんのだ。心が乱されモヤモヤですか？緊張とも違う、不安とも違う、何かが心を揺さぶるのだが、それが何なのかわからぬ。あ、
婿を取り御剣の家督を継ぐことにおじけついてしまったのだろうか。なんだ、笑うでない。私は本当に困っているのだぞ。失礼いたしました。ところで明夜様、今どなたのことをお考えですか？もちろんおじい様のことだ。他にはどなたを？お師匠様のことを考えていた。そしてメイヤ様、一つ良いことをお教えいたしましょう。なんだ、にやけおって。そなた私の窮状を楽しんでいるな。メイヤ様の心の乱れや胸のモヤモヤの正体を教えて差し上げます。わかるのか？さすがはつくよみ、頼りになる。実はメイヤ様、それが恋心というものです。そのモヤモヤドキドキが恋心なのです。メイヤ様は決して無限軌道の教えにも御剣の責務にも背いておりません。どうか今のそのお気持ちを大切になさってくださいまし。ならば。はい。もはや一抹の不安もないぞ。月読み、そなたの指南書を持て。かしこまりました。